高校野球東東京大会、日体大江原12から3連延長府、8日、2回戦、太田スタジアム。日体大江原が7回コールドで初戦突破した、エースの吉田健太投手、3年、は5番左翼で出場。4回に豪快な2点本塁打を放ち、チームの勝利を大きく引き寄せた。最速140キロの注目投手が、この日はバットで見せた。 7対3で迎えた4回一・死一塁の場面で打席に入ると、次に良い形でつなげたらいいなと思った、と高めの直球を振り抜くと、打球は左翼席に突き刺さった。高校通算10本目のアーチに、反応で打った。打った瞬間行ったと思いました、と笑顔だった。3回までリードを許し、序盤は相手ペースだった。最初は浮き足だったが焦ってはいなかった、と冷静さを取り戻し、 3回裏に5点を奪い逆転最後は大差をつけ勝ちきった3回戦は1週間後の15日に高輪と足立学園の勝者と対戦する投球は最近少し調子を崩しているのでこの1週間で修正してしっかり準備したいと投手としての活躍にも意欲を見せた。